っと休みましょうか。はい、わかりました。でも美味しそうですね。美味しい。でもこっちも美味しいですよ。アルムさん、趣味は何ですか？映画を見ることです。あとゲームをするのが好きです。私もです。休みの日は何をしますか？大抵バドミントンをします。スポーツが好きです。どこでしますか？市の体育館でします。誰としますか？友達とします。夕方までバドミントンをして、その後みんなでご飯を食べます。本当に楽しいです。ほわ、そろそろ時間ですね。アナさん、早く行きましょう。ここにいろいろな国の人が来るんですね。はい、もちろん日本人もたくさんいますよ。ほわ、これ見てください。いろいろな人の自己紹介がありますよ。フォアもこれ書いてみてください。